大賀さんはあるだろうか？それは今、少しの疑問とともにはある。王の権威の代わりとなりうる、人類をすべて平等に扱いうる機会だ。この存在があるとき、特権、それは意味を失う。今まではなかった。最後に独裁者が発生し、対抗する存在、それが状況を悪化させ、騒乱の元になった。理屈の上では、大賀さん、と墓神様の、意向を背に、人間には不可能な公平性のある対応が可能なはずだが。結果はどこ？一つの戦場、ネット上での自身の発言は、そのまま、大賀さん、あるいは神様、の審判を受ける。その結果で事態、それは良くもなれば悪くもなる、はずである。ある、なら。大衆は神である。その時インターネットはそれが、現れやすい構造をしている。その上で、その審判とは果たして、新型コロナウイルスは何を意味するか。